数時間後には大勢の観客の前でパフォーマンスをする8人。控え室での表情は意外とリラックスできているようです。あ、ななみ、ななみ取ろう。スタッフ、スタッフみたいな、普通にイエーって感じで取ろうよ。あの足の足して頑張るぞ。はい、よっしゃ、ありがとうございます。もうやばいですよ、嫌なんです、すごく。もうなんかその失敗したらとかじゃなくて、なんていうんだろう、実力が出せなかったら悔しいかなって。本番を前に8人で気合を入れます。そしてついに本番のステージへ。8人の皆さんに登場していただきます。この場所でグランプリを取るために3ヶ月間頑張ってきた8人。ステージから降りた瞬間、次の準備へと控え室へ駆け出します。じゃあ着替えてモーキングで。ステージ裏では一息つく暇もなく、最初の審査、ウォーキングのための着替え、動きの最終チェックなど準備を行います。審査前、ステージ脇ではこの表情。それぞれが気持ちを整えます。そしてこれは
かめっちゃ病なんですけど。疲れたら戻ってきてください。できてたんですか？